全身チャンネル選挙編8日目、選挙戦も中盤戦から終盤戦、意気込みはどうでしょうか。やってきたことを出していくっていうだけですので、最後まで応援よろしくお願いします。以上、現場からお送りいたしました。そんな喧嘩声入ってるからさ。お疲れ様です。選挙8日目。そして何よりもアベプラ出ました。アベプラありがとう。みんな見てくれましたか。どん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 斉藤育馬を広めていってほしいですよね。道路地下のように20万人が首切られて、そのうちの1047人を守るんだって頑張った労働組合の姿、そういう戦いがもっともっとこの日本中に増えなくちゃいけない。僕らの日常に革命が起きなくちゃいけない。選挙の時だけ主人公、選挙が終わったら奴隷、そして政治が独占されて僕らは結局言うこと聞かされるだけ。終わりにしましょうこのふざけたシステム。僕ら自身が主人公になろう。本当に社会を回してる労働者が気に食わねえと思うんだったら、じゃあ仕事やんねえよって、俺たちが社会回してんだってふざけんなよって言える力、それは一人ではできません。団結することでしかできません。私は労働者のための政党を作りたいと思ってます。向かいのあらゆる政党なんてあれは何なの。本当に戦争に反対してるかというと反対してないんだよ。自衛のための戦争はいいんだと言ってるんだよ。戦争は絶対に良くない、絶対に間違っている。なぜか労働者をして労働者を殺害させる目論みだから。労働者が労働者を殺害する目論みに共産党が時にはいいと言って、共産党はそういうものか。斉藤育馬をなぜ応援するんですか。僕は斉藤委員長と一緒にとりわけ反原発運動をやってきました。今共産党に至るまでが、原発をゼロにするということを言っていますけれども、本当に原発をゼロにしてこの被災者の気持ちに寄り添って戦うことができるのは斉藤育馬だけだからです。僕は斉藤委員長とともにこれからも反原発運動をともに戦います。ぜひ皆さん斉藤育馬に一票よろしくお願いします。今日も横山かなり元気にやり抜けたんですけど、どうでしょうか。今日はもうとにかく斉藤育馬に入れたよと、もう入れてきたよっていう人がたくさんいたと。で、30代の夫婦がずっと演説を聞いて、最後斉藤君と握手するときに、とにかく原発絶対反対だと、自民党のブテル倒そうって固く握手をしました。昨日も凱旋現場に来てくれたという方が、今日も斉藤君の演説を聞くためにわざわざ来てくれたと。で、完全に斉藤君に、ファン惚れたっていう女性が現れました。斉藤君の演説の、内容にすごく説得力があるという意見がすごい多数寄せられました、もうすでに 52% が期日前投票に行ってるっていう発表もあって、もう決めたよっていう人本当に多いんですよね。で、その一方でそのどこを選ぼうってまだ悩んでる方もたくさんいると思うので、ぜひ東京8区杉並は斉藤育馬を選んでくださいと、決めてくださいと。斉藤育馬への一票はこの社会変えるっていう、そういう一票なんだということをね、広めていきたいというふうに思います。斉藤君と一緒に残り4日間切り抜けましょう。切り抜けていきましょう。バイバイ。また明日。また明日。